当に就活苦戦した組で全然うまくいかなかったんですよ。就活が全てじゃないよっていうような、今お布団に入りました。皆さんどうもこんにちは、ゆりです。やっほー。もうね、半年めちゃめちゃにね、なんか懐かしいとか、まあ大事な話をしないといけないのに、私という人間はすっぴんでお布団からお届けしております。平日の夜でございまして、許してくださいということで、今日は何の動画かと言いますと、もう皆さんとピロートークをしていきたいなと思うんですけれども、何のピロートークかと言いますと、今日お話しするのはズバリ私の就活についてです。就活っていうイントネーションで私生きてきてたからさ、関西にいた時、就活なんだよね本当に。その件についてごめんなさい、ごめんね。そこ時々ちょっとイントネーションおかしいと思うんですけど、ご了承ください。で、ということで私の就活の話なんですけれども、早速いきたいと思います。あの、本当にこれ前、もう2年前ぐらいに動画出させてもらったんだけれども、前にお伝えした通り、私って就活めちゃくちゃ苦戦したんですよ。なんか正直これ私2年前にもお話ししたと思うんですけれども、私ね、本当に就活苦戦した組で全然うまくいかなかったんですよ。で、ゆりちゃん、なんでこんな喋れるのにうまくいかなかったのって思う人もいるかもしれないんですけれども、自分で言うなって感じなんですけど、本当にうまくいかなかった。で、だからこれからお話しする私の今回の話っていうのは、私のマインドのお話だったりとか、ね、目充血してる？ごめん。あの、化粧水とかを取った時に、化粧水とか目に入った時に、なんか、これからお話しする内容は、本当にみんなに申し訳ないんだけれども、マジで参考にならないと思う。でも、こういう風に、いろいろ辛い、なんだろう、就活の期間を経て、今を生きてる私としては、みんなに伝えたいメッセージは、前回にもお伝えしたけど、さらにまたバージョンアップしてお伝えしたいことが出てきたから、ぜひぜひね、まあ、なんか、暇な時に垂れ流すぐらいに聞いてもらえればと思います。みんながたまに見るような就活うまくいく方法って言って出てくるようなすごい人たちの情報だったりとか、ナレッジだったりとか、なんかそういう、なんだ、ハウトゥーみたいなものは全くないです。でも心の持ち方と就活が全てじゃないよっていうよう なんか就活っていうのに縛られて苦しんでる人のそばに寄り添えるような動画になれればなと思っています。はい、ということでね、話していくんですけれども、私はね、あの、就活もともと中学生か小学生か、小学生の時に放送委員会で放送した時に、ちょうどね、鹿児島の小学校だったんですけど、私父が標準語昔から喋ったりとか、転勤族だった経緯があって、標準語は私喋れたんですよ。だからその放送委員会で、普通鹿児島の人たちってみんながみんなじゃないけど、結構ね、何もかもがイントネーションで鹿児島弁になったりするから、放送の時も鹿児島弁になる人もめっちゃ多かったね。でも私はなんかアナウンサーみたいな真似して、モノマネとか好きだったから真似しようと思って、なんか標準語で放送してたら、校長先生がなんかあなたの放送はすごいねみたいな言ってくれて、なんかたまに職員室から放送してって頼まれたりとか、運動会の、あの、放送をしたりとか、あと、なんだろう、文化祭みたいな、お遊戯会みたいな、なんだっけ、わかんないけど忘れちゃった、そういうのとか頼まれたりとかして、すごく楽しくやらせてもらっていたんですね。で、なんかそういうのもあって、すごい浮ついてたんですよ。で、なんかもう一つ、その時に私がずっと昔から思ってたのは、私絶対に芸能人になりたいと思ったんです。で、芸能人になりたいなと思ってて、でも小4とかからずっとオーディションを受けたいなと思ってたんだけど、まずブサイクすぎるしダメだなと思って、ずっとこう出さずにいて、で、父親とかにも芸能人になりたいって言ったら、芸能人いいよって言ってくれたんだけど、一芸ないとダメだし、あと芸能人は賢くないと生き残れないよって言われた。ああ、そうなんだと思って。でも確かに、売れない芸人とか芸能界ってすごく、なんだろう、
浮き沈みの激しい世界だから、売れなくなって生きれなくなったらダメだなって思って、中2の時とかも本当にケンオンさんとかアミューズさんとかフラームさんとか、なんかオーディション雑誌買って履歴書も書いたのに出さなかったりとかもしたぐらい芸能人になりたかったんだけど、ある時思ったんですね。てかテレビにできて安定できる職業って言ったらアナウンサーしかなくねって思って、そういうもうめちゃくちゃな動機で私はアナウンサーを目指すことにしたんです。どうしてもテレビに出たいからと思って、でそれで高校の時とかもなんかアナウンサーいいんじゃないかみたいな、なんか担任の先生に言ってもらえて、なんかそれで結局目指したみたいな感じ。だから大学の時もスクールに通わせてもらってね、高い学費とね、そのスクール代も行かせてもらって、まあいざ就活になりましたってなりまして、アナウンサーの就職活動って結構早めから始まってて、なんだろうな、3年生の夏ぐらいにはキー局のインターンが始まるんですよ。でもキー局のインターン受かる時点で正直もう合格街道と言いますか、キー局のインターン受けなきゃなと思って、やっぱスクール行ってるから情報が早いんですよ。でスクールにいるみんなと切磋琢磨して申し込むけれども、はい、当たり前に落ちました。で鹿児島の放送局2社ぐらいまではいいところまで行って、1社はインターン受けることができたんですよ、実際に1日ね。でもうカメラテストとかやって、もう他のね子たちはもう白のスーツとか、なんかもうアナウンサーっぽい、アナウンサーの就職活動ってもう本当に異質で、みんな黒とかじゃなくて本当にピンクとか青とかフレアのスカートのスーツとかを着てくるのが私たちの時は結構主流だったんですよ。でも私そんなお金ないし、そんなこともせがめないから黒のスーツでずっとやってたのに、しかもなんかもう歯並びも悪いしと思って、私歯並びだなと思って諦めたんだけど、絶対違うわ、ね、お前のマインドだよって後から思ったんだけど、なんかそういうのとかもあって、まあ受けててめちゃくちゃ話全部してて、結局インターン終わりまして秋とかに入って、豪雪とかね、合同説明会とかいろんな面接のインターンとかあったんだけど、私がインターンを受けたのは1個だった。もうそのアナウンサーのインターンだけで、もう全く他の職業をやる気にならなかったし、全然インターンって何なのって感じだったから、流れるままに豪雪行ったりとかするような日々が続いて、で1月ぐらいになって、もうそのテレビ局のアナウンサー枠が結構本採用の募集が始まってたので、エントリーシートを送ったんですけれども、キー局、準キー局とかいろいろ合わせて送っても全然書類で通らない。なぜなら分かってたの、自分がなかったし、なんでアナウンサーになりたいのって言われたら、私は芸能人になりたいかと思った、テレビに出たいから、それしかなくて、アナウンサーの仕事に対してどういう気持ちがあって、どういう番組がしたくてとか、就職活動で求められるようなことは何一つ言えなかった。でもアナウンサーの真似をして何かを表現したりとか、アナウンスをすることはすごく好きだったし、言葉を発信することも好きだったから、でもそれをね言葉にできなかったの。しかもそれってアナウンサーだったらもしかしたらできないのかもって思ってき始めて、アナウンサーはあくまでもなんかその場をこう仕切ったりとか、なんか進行したりとかっていうところだから、あんまりメインに出て、まあ、全然そういうアナウンサーの人たちもいるしと思うんだけど、やっぱりなんかちょっと違うかもっていう気持ちがありながら進めてた結果、もうほぼ全国書類出したんだけど、書類すら受からなかったんですよね。で、あと写真とかも全然本格的に撮れてなかったし、お金もそんななかったから、スタジオで写真は撮ったものの、それ以外は自分でスマホで撮ったのに印刷するから、画像荒いですねとかって、なんか仲介会社の人に一回、そのアナウンサー系の仲介会社の採用の人たちに言われたこともあったりとかして、なんか本当に結構散々だったなって思う。で、ようやく3月1日になった時に、うわぁ、解禁だって言って、みんなが0時になって、みんな登録し始めてるの、何かに。いや、これが一番になった方が、とか、早い人が、とかって、実際に早くて、なんか、
すごい採用につながったっていう人も、本当にもうめっちゃ米粒ぐらいいたんだけど、もう私そういうのも信じられなかったから普通にのんきにやってて、で学校の大学のね3月から説明会があったから、もうとりあえずアナウンサーやばそうだなっていう風に思ったと同時に、本当に全部の業種っていうかいろんな業種を見ていきました。なんか本当にメーカーの車の中の部品作ってて、実は世界シェア1位の会社とか、こんな会社あるんだとか、すごいね、就職活動やってんな、就活やってんなっていう感じで話を聞いてた気がする。でもあくまでもずっとフラフラしてて、自分の軸なんてなかったし、軸何なんですかとか、何だったんですかとかって言われるけど、全くなかった。なぜなら自分もなかったし、何がしたいとかもなかったし、何かを質問された時に今みたいに何か軸を持って喋れないし、なんか例えば本当にこれ前も言ったから同じ話になって申し訳ないんだけど、面接に行った時に、じゃあ運よくね書類通って面接に行くことができましたってなった時に、じゃあグループ面接で3人いました。で私とか含め A、B っていう人がいて、 A って言ってた人に、なんかガクチカかっこいいなとか、志望動機かっこいいなとかって思ったら、それを次の面接会場でなんか上辺だけで言うみたいな、そんなことばっかりしてたから、さっき言った話も違うなんだ考えに変わってたりとかっていう感じだったもん。でしかもその時の恋愛 もう彼氏いたんだけど、もうめちゃくちゃ荒れまくってて、なんかもう依存しまくってた。もう就活うまくいかないっていう気持ちとかも全部元彼にぶつけてて、で自分に軸もないし考えもないから、うん、どうしようって言って、いやどうしようもないじゃないですかって感じなんだけど、彼氏は私に対してできることなんて私自身の問題なのに、それすらもこうなすりつけたりとかしてて、本当にね悲惨なね状況でしたね。で結局ね70社ぐらい受けたんだけど、書類とかも通ったのはなんと1社。しかも私の時の就職活動って、今はね本当にコロナで大変なんだけど、有効求人倍率みたいなみんな聞いたことあると思うんだけど、本当にめちゃくちゃ売り手市場だったの。就活生一人は絶対に1社以上内定をもらえるみたいな状況だったんだけど、そんな中でね私7月ぐらいまで0社こんな受けまくってて、言ったらみんなよりちょっと早く就職活動し始めてたのに一社、情けないし、でしかもアナウンサーとは全く違う望んでない業種だったの。しかも一番自分がここは違うなって思ってた業種に一社内定をもらうことになって、なんかもうその時に思ったのは、もう置かれた場所で咲こうって思って、私大学でも高校でも中学でもなんかとりあえずその場に置かれたら何かちょっと勝てるものを作りたいなって思ってしまったし、これまでの人生正直いろいろあったけど、でもなんだかんだその場所で自分の中で、あ、これでよかったって思えるようなことにつながってたし、なんかうまくやってこれたなって思ったから、すごく気持ち的に親にも申し訳なかったし、アナウンサーになるっていう風に思われてたから、でも難しくて、今まで払ってきてもらってたお金とかも含めて、うわーっていう劣等感で、もう本当に死んじゃいたいって思ったこともいっぱいあったんだけど、でもまあ選ばれたからには、採用もらえたからには何かきっと意味があるんだろうなと思って、内定をもらった新卒で入った会社に入社することにしましたっていう感じで、何ただのそれ悲劇話じゃんみたいな思われるかもしれないんだけど、しかもなんか就活すげえ最悪じゃんって思われるかもしれないんだけど、でもここからのことなんだけど、確かに私は前職の会社に入社してギャップしか感じなかったんですよね。
やっぱり自分がやりたいと思っていた業界に入れなかったし、全然自分に向いてる仕事だとは思わなかったんだけれども、入ってみてその違うって感覚とともに、でも周りにはすごくいい先輩たちがいて、でなんかその人たちがいるからこそなんか自分ももっと頑張らなきゃなっていう、なんか一つの場所で頑張るっていうことをなんか感じる、実感できるきっかけになったんですよね。で、まあ、違う違うとは思いながらも、本当にね不良の新卒だったんです、そういうふうに生意気な。でもなんか一生懸命成果を出して、でも辞める、これは転職の話の動画にも出してるんだけど、やっぱり違うなって思ったからこそ、何か一つでも成果を出して次のステップに進もうって思って、その新卒で入った会社で最終的に MVP を取ることができたんですよ。それがその時の私のなんか基準だった、なんかここまで頑張れたら次に行ってもいいんじゃないかって思える、なんかそういう風にして、なんか辛い新卒時代ではあったし、1年目2年目を過ごしたけれども、なんかその頑張りがあったからこそ自信になったんですごく。で、自信になって、もともと私広告業界とかそういったマスコミだったりとかテレビ局とかに興味があったから、じゃあ次は広告業界にしようって思ったんだけど、前みたいに自信がないことはなかったの。前は自分もなければ、なんかこれがいいとかあれがいいとか、なんでこれがいいのか、なんでこれじゃダメなのかっていう気持ちも伝えられなかったんだけど、その2年間新卒2年目まででいろんな辛い思いとか楽しい思いとかしんどい思いとか、先輩に怒られて上司に怒られてとか、難しかったりとかっていうものにぶち当たるにつれて、自分が何を思ったらどう感じるのか、心が動くのかっていうのが明確になったのと、あとはその2年間で必死に頑張って掴んだその MVP だったりとか、達成した予算達成した自分の成功体験みたいなものがめちゃくちゃ自信になったもの。で、だからこそ私は次の今の会社に入社する時も、前みたいになんかすごいブレブレとかではなくって、私はこれをこう思うからこういう風になったんですっていうような志望動機もなんか書き込んだりメモしなくてもスラスラって出るようになったの。これは大人だからとかわかんないけど、結局これこのこと自体が大人なのかわかんないんだけど、でも本当にそう思ったの。だから今も正直会社に、今の会社にいるけれども、1社目にずっといたらわからなかった、知らなかった知識とかも今の会社で身につけることができたのね。だから今はさらになんかその新卒の時よりかも、新卒からすぐにあの会社に行くことはできなかったけれども、今こうやって1社目2社目って経験してきて、いろんな知識だったりとか経験を積んだ上で、じゃあ今だったらここにチャレンジできるかもっていうすごい大きな自信になったんですね。そう、だから本当にそれだったらチャレンジできるかもとかしたいかもって思えるようになったこととかも、なんか新卒の時には信じられなかったし、てか今私がこうなってるのも信じられなかった。それこそ新卒で自分の望むところに入ってたら YouTube もしてなかっただろうしとか思うと、本当に改めてその置かれた場所でいろいろもがいたりとか、成功しなくてももがいたり経験することって大事なんだなって思いました。そう、だから何が言いたいかっていうと、正直大学4年間いろいろ経験してきて、みんなもすごい経験値もあるし、大人になったと思うし、高校生から比べたら、けどそこで将来を決めるなんて難しすぎるよね、今考えても。だからみんなにはどうしてほしいのかと言いますと、これが最後だって思わずに、どん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 な環境に置かれたとしても、
それが自分の自信になるように、その時を一生懸命生きてほしいなって思うのと、私がさっきも言った通り、自己分析だったりとか自己 PR だったりとか志望動機だったりとか、もちろんそれはね、大前提企業なんか研究とかはしなくちゃね、難しい部分もあると思うから、しないといけないと思うけど、そういうなんか文章を読んで学んで、じゃそれを面接でアウトプットするとかっていうよりも、それ以外の就活以外での生活で感じることとか考えたこととか、何が原因で私の心が嫌になったのかとか嬉しくなったのかっていうのを感じ取ってほしい。だからいろんなことを経験してほしいし、恋愛もしてほしいし、就活だけに向かうっていうのもいいかもしれないけど、就活以外でご飯食べ行ったり飲み行ったりとか、今できないかもしれないけどオンライン飲み会で暴れたりとか、なんかそういうことをして自分の心が動くのはなぜなのか、なぜそう思ったのかみたいなところを感じながら生きてほしいなって思う。なんかそれが正しいわけじゃないけど、そうすることによって、たとえ就活がうまくいかなくって一社目に入ったとしても、そこの経験を覚えてるからこそ、次のステップに行くときにすごく自信になってるし、なんか言わず、なんか作らなくても自分の言葉が出るようになってるし、さらにそこで経験したことをもとにもっともっと挑戦していこうって思えるようになると思うから、そう思えるんだよっていうのを、今の自分が就活時代の時に会える、就活時代の私に会えるんだったら、そうやって声をかけてあげたいなって思ってます。こんな前向きじゃなかった。なんか就職活動で全てが決まるって思ってたから、正直社会に出てみて、あなた学校どこですか、大学どこですか、一社目どこですかとかって言われることってほとんどないから、もし聞かれたとしても、そうなんですね、じゃあ新しい業界すごいですねとか、そういう話になるだけだし、うん、もっともっとだから前向きに、この就職活動もこれで人生決まるわけじゃねえと思いながら、いろんな大人と喋って、大人と喋るみたいな、面接官も人間だからさ、偉い人でも何でもないから喋ってみて、こういう考えもあるんだ、でも私はこう思うなとか、いやこの人の考えすごいなとかって思ったら、それに純粋についちゃ、ついていっちゃっていいんじゃないかなって思います。それが今振り返って私が思う本当に最大の答えかな。就職活動が全てじゃないって思う。多分そういう風に肩の力を抜くことによって、多分みんなもリラックスして喋れるから、より楽だなって思うし、うん、そんな簡単に言うなよって思われるかもしれないけど、私も本当にねそう思った。なんか先輩たちがたまに言ってたこととか、でもその通りだなって思ったから伝えておきます。大変だし、みんなが騒ぎ立てて SNS とかでいろいろチヤホヤなんかみんな言っててさ、騒ぎ立てて、しかもコロナだしさ、もうどうすればいいのか分かんないよっていう人がほとんどだと思うけど、この時を感じれるのはあなたたちだけだし、多分きっといい大人たちがここで頑張った子たちをどうにかしてあげたいっていう人たちも出てくるのに、私だってどうにかしたいなって思う大人の一人だから、なんかその時期を、この今のコロナっていう時期を生きる就活生のみんなは、どうか希望を持って、希望を持ってなんて臭いけどさ、でもこんなダメダメな人がここまでなんか前向きに就活を振り返られるようになったって本当に言いたい。本当に、ね、マジでほぼネイローゼ状態だったからさ、だからみんなもぜひこのまたコメント欄がお互いを慰め合ったりとか励まし合ったりするようなコミュニティになってくれたかなと思います。前の動画も概要欄に貼っておくし、就職活動の時のマインドの話とかも多分この就職活動につながる話だったりするので載せておくので、ぜひ、チェックしてみてください。そしてこの間インスタグラムで募集させていただいた就職活動のなんかマインドだったりとか、
にアドバイス絶対できないんですけど、そういうアドバイスするための質問だったりとか回答できる動画も撮りたいなと思っているので、ぜひお待ちください。みんな一人じゃないし、これが最後じゃないってことだけ本当に覚えてください。以上です。じゃあ今日もご視聴いただきましてありがとうございました。もうなんか疲れた日は韓国ドラマとか見てサボっちゃっていいんだからね。じゃあね、バイバイ。